本さん当時14歳安田高等女学校3年生だった梶本さんは爆心地からおよそ2.3キロ離れた三朝本町にある動員先の工場で被爆しましまた当時厳しい作業環境の中でもお国のためと一生懸命に作業に努めていました。 8月6日の朝も工場でいつもの作業をしていましたが突然の閃光とともに工場が倒壊し自身も吹き飛ばされ気を失ってしまい傷の痛みで生きていると実感したそうですその後同じ場所で被爆した友人と共とに必死に工場からはい出ましたがそこで見た光景は広島の街がなくなり 太陽もなく怖いほど静かであったと言います平和のための戦争などありえない普通の暮らしができることこそ平和であると当時を振り返りながら語ります公密機械と言いますそこで 飛行機のプロペラの部品の、あの導弁カバーと言われてましたけど、それを作ってました。建物の中ですから、飛行機の姿も見てませんから。飛行機が来てるなんて、全く想像もしてませんから。ただ窓ガラスにパーッと光った時は、でも爆弾だと思いました。 で工場がやられたと直撃弾だんだというのはすぐ思いましたからですぐいつも訓練してましたから目と耳と鼻と押さえてあんまり大きな機械じゃないんですけどそこの中にあの下にこう飛び込んだんですけどものすっごい爆発音で。 何かこの辺たりからこう引き出されるような衝撃で、で目の前の土地がバーッと吹き上がって、土地と一緒に私は浮き上がったところまで覚えてるんですから、浮き上がって吹き飛んでると思います。あ、そして私の下敷きになっ,とった友達は遥か向こうにおったんです。あの工場の中であの同じ位置におったんじゃないんです。バッと吹き上がった時にはこの空間で。 なんか渦巻いて、その友達が私の下敷きになったんかなと。あの木造の2階建てが瞬間に崩れました。で、その下敷きになって気絶してしまったんですが。で、すぐに右の腕のどこの？なんかどの辺りかまあ、傷から言えばこの辺りなんですが、どこかわからない。この辺がもうズキズキと痛くなってその痛みで。 私生きてるんだと、その,との痛みで分かったんですね。ふっと目が、あの気がついたのが、友達の足が。材木の間にあったのが見えたんです。誰かわからないし。見えないんです。その足しか。もうこの足を頼るしかないから、もうむちゃくちゃに引っ張って。それと、まあ、生きてまして。お母さんいたい、助けて、先生助けて、って叫ぶんですけど。 その叫んでた友達が初めて明かりが見えたと言ったことで出ようと言って踏みちゃん、てるよ。と言うて叫んで私が引っ張って出たことはしっかり覚えています。もう出たらもう広島じゃないんですよね。何にも今までの街がないんです。何にもないんです。まず建物がないし太陽がないんですね。 暑い暑いあのギラギラしてた太陽がないからもう夕方みたいに見えるところがみんなもう暗くってこうグレーの渦をこう巻いて動いてるんですけど辺りがもう本当に夕方みたいに暗いんですね。でしした。た。怖いほど静かで,したで自力でこうぞろぞろこう出てくるんですけど。 ね、56人ぐらい出ててで潜って出てるから体中が本当にあのほこり潜れの顔髪は逆立ちでも頭をけがをしてるから血がこのように顔から体に流れたら本当にお岩さんみたいなんですよ。であっちからもこっちからも血が吹き出てますし腕の肉がぶら下がってたり足の肉がぶら下がってるのは私ですけど。 中に私が一番あのこう忘れられないなと思う男の子中学生の男の子がちっちゃな男の子がやって来たんですけども全身焼かれてで目の前に来た時にふっと気が付いたら片方の腕がちぎれてちぎれてないんですそのちぎれ腕がないと思ったらそれを片方で抱いてたんですね。 その時のあの男の子の顔は本当に怖い悲しそうな顔をして死んでいったんです。帰る道一本筋だからこれますぐ帰れば横川に行く。するともうわかるよねって先生に言われたのを覚えてますけど、この一本道をまっすぐあの帰んなさいって言われてあの友達と二人で帰ったんです。 一本道のところで父と出会ったんです。帰る途中、工場も,もちろん探しに来るんですけど、工場も燃えてますからね。だから探しようがなかった。けどやはり女学生の服を見つけては、抱き起こして抱き起こして確認しながら。三日間探してくれとるわけなんですよね。だけど、そのもう次の日ぐらいから、あの女学生も中学生も全滅だという噂が立ったそうですから。もう死んでる。 二日間探しに来ては見つからないっていうので本当にお父ちゃんがっかりして帰ってたけど3日目の日に出るときにはあの覚悟して出たよ多分。で今日は絶対連れて帰るそれは死んだあの体でもいいであのちぎれたる服でもいいとにかくよしこのものを何でも持って帰ると言ってあの日はて。 格好して出て行ったよと弟が言うんですけど、あのゴルキ国道の一歩道でしたから、だから出会えたんでしょうね。戦後はもうもう本当に耐えられないような十年を迎えるんですが、原爆で終戦の時はまだそのまま十四歳ですね。 でまだ父がおりましたから4年生は普通に行ったんですで今度5年生になるときに1月に父が亡くなりましたから22年の1月でした血を吐いて1週間目に死んだんですよでね食べ物ないんですからだから父が死んだ時は栄養失調で結核だと思ったんです原爆症よの今考えりゃあえて言いますけどそういう言葉なんてないしうん そう思いました。もうこれで学校はいけないなと思ったんですけど母がもう「いやこれはあの3人の弟がおりますのでこれをあの応急してもらわにゃい,いけんのじゃけこの子が働いてくれにゃいけんのですけ」って断った時に「なんでこれだけがあの学校に行きたいというのは知っとるくせになんでもう分かっとるんですよお金がないかされんこと分かっとっても,もう。 すごく母を一瞬にしてでも「なんで?」とか言って恨んだというか思いましたけどね。でも先生が帰られたらあの泣いてたんですよだからその姿を見た時にやっぱり生かしたい生かしたい気持ちそれに生かされないと自分,のその病気自分が病気になっとる。 つらさいうのがね分かったんだろうあったんだろうなと思ってなりたかったのは本当に先生になりたかったそれから10年働きましたもうその頃にまだ医療費も何も出ませんから母がすぐ入院したのでもう入院代を稼がなきゃいけない3人の弟を育てなきゃいけないもう夢中でしたね。ででも食べ物がないんですから。 食べ物が何がしんどいかと言っても食べ物がないということが3人の弟ででで食食べべさすもりんです一番の食べ盛りですよ、ね、やっと一番上が中学校になってたかなで4年生と 1, 1年生に入って一番下が父が死んだ時が1年生に入学する年でしたからもうそれから10年間ですよ本当に大変でした。 あ明日じゃない今晩のものがないという気が何日かありました原爆の証言をするように言って孫が言ったんですよねおばあちゃんしかあの親戚の中で原爆受けた人おらんのじゃからどうしてもこれ伝えて死なんにゃいけんのよね そういうい宿命なんよね」いうようなことで一生懸命孫が勧めてくれてだけどもうね経験者がどんどんもういなくなっているんですからもう最後の本当に私たちはもう力を振り絞ってですがもう今度は伝承者ですからあの伝承者の方にできるだけ正しくあの伝え伝えてほしいですよね。 まず私らが生きている間は私らの言葉を聞いてほしいなと思います。まず戦争、まあ、戦争するから原爆使うんですから、まず戦争なんて絶対して欲しくないというのかもう一番の願いですね。綺麗な美しい言葉で惑わされないように、お二人ねあの頃に。 平和になるための戦争を言われたら本当に信じたけど、あるわけないんですよね。本当にみんなで知恵を出して戦争を避けるようにしたいですよね。平和いうのはね、本当に難しい言葉じゃなくて普通の生活ができることが平和なんです。この広島がどうなってたか思いますか？まず町がないんですよ。家がないんですよ。お父さんもお母さんもいないんです。 食べ物ががななないいいんんんででです。学校がないんです。す学校にもないんですよ。本当に何にもなくなるのが戦争なんでだから平和というのはあの姿としたらあっち言葉より座ったとしたら子供がえあのお父さんお母さん家族と笑顔で食事のできる風景これが本当に平和だと思うんです。